はい、今回も始まりましたエクスプロイニャー。今回もまた淵さんに来ていただきました。いや、もう今回はですね、ちょっとあの四天王プロレスっていうのは、もちろんその四天王の方が作ったと思ってるんですけど、でもその裏に淵正信、淵さんの存在が大きくあると思うんですよ。一番聞きたいのはやっぱり三沢さん。三沢さんね、もうお亡くなりになってちょうど46でお亡くなりになったね。もう僕ね、僕もだいぶもう超えちゃったわ。超えちゃいましたけどね。三沢の話で、やはり90年のね、はい、5月にあの東京体育館、それも今の新しい東京体育のこけら落としの試合をね、プロレスで初めてやったのがジュニアプロレスで、はい、皆さん知ってると思うんだけれども、そこで三沢三沢がタイガーマスクの覆面を、うん、取って、新たに三沢三沢としてこのシリーズはやっていくんだと、開幕戦でね、覆面を、ね、脱いじゃって、これからは素顔でやっていくという感じで、これ本人はね決めたんだけれども、でその試合でね、実はメインイベントとして馬場鶴太郎対ゴディ・ウィリアムス・グルジーのが、メインでやったわけ。開会っていうか、その最初の挨拶を馬場さんじゃなくて鶴太さんがやったわけだ、うん、でそこで鶴太さんは、ジェニープロレスは、これからもファンの皆さんの信頼を得るために、頑張っていきますと、信頼という言葉を、ね、あの2回か3回こう繰り返して、はい、それが当時あの信頼全日本プロレスというふうにいくように決めたんだよな、うん。メインの試合でね、ウィリアムスが馬場さんを、コーナーにこうぶつける、はい、スラムのままぶつける、はい、あれ技をかけて、はい、で馬場さんが腰をこう痛がって伸びたところをゴディがクロスラインラリアード決めて、馬場さんはそのまま腰に電気走っちゃって動けなくなってしまったんだよ、うん、負けちゃったんだけれども、うん、馬場さんとしては不本意だよな、うん、新たな門出としてジャンボ通達としてやっていくんだという、でところがもう腰が動けなくなって、タイガが一方的にもうある面惨めな姿をこう見せちゃったわけ。でそれまでね、馬場さんはいろんな面で新日本との引き抜きとかいろいろこうあっていながらでも、ね、社長を一時降りたこともあって会長職になったこともあるんだけれども、その時ですら余裕っていうかね、もう浜木を加えて心配するなと、俺がこの代表である限りはお前らの面倒見るか心配するんだというぐらいのね、ピンチになっても余裕をね常に見せたわけよ。ところがね、その時に限ってね、やっと思いでこう通さんの肩を借りて機関車持ってきたんだよね。その時のね、見たらね、あの馬場さんがちという感じでね、もう本当にね元気のない、ほんともうガクッとした顔でね、はぁって感じでね、もうあんなにね覇気のない弱気な馬場さんを見たのがね、おそらく俺が思うには最初で最後だったかな。これはちょっと大変な事態だなと思って、その後実は三沢と通さんとちょっと食事しに行ったわけだ、はい、俺も一緒に。通さんも、いやーこれはちょっとなんか暗示してる部分があるのかなっていう感じで、三沢は三沢で自分が覆面を取ってこれからある程度やっていこうというのに、その代表である馬場さんがもうあまりにもショックを受けた、もうこんな元気のない姿を見たもんだから、俺自身も実は思ってたけど、これは大変だ大変だ。でも通さんと三沢は元気ないのに、俺まで元気なかったらどうしようもないから、もうその時はね、まず酒飲みましょうしか言ったわけよ、うん、言って最初はこうあれだったけど、結局であの時通さんも使って飲んでくれたんだよ、うん、3人で、うん、じゃあまずはあれだよ、1週間後にある後楽園大会、あなたのあれ俺たちで見せようし、3人で乾杯したりしたんだよ、その晩で。それで後楽園ホールの大会で組み合わせ僕いろいろ考えて、鶴田歌舞伎淵組対三沢、田上小橋だったかな、うん、そのカードを組んでログインタグでやったわけ。とにかくもうガンガン来いと、お前の前 今のこ の, あのタイガーマスクじゃなくてエルボーを、このエルボーじゃなくて鋭角的なこのエルボーにしよう。そこで初めてね、三沢はこのエルボーを使ったんだよ。藤さんですか、藤さんお前。そうそうそう、もうそのエルボーのおかげで通算が上下で吹っ飛んで、最後が三沢が俺をタイガースベックスで決めてワンツースリー取ったんだけど、はっきり言ってもう小橋にしたって三沢にしたって、まあ、タオルにしたってもうまだ沸かせないよ、うん、その試合によってお客さんがすごいね盛り上がって、もうすごい声だったわけよ。で終わった後にあの元子さんがちょっとこう涙を溜めながら、いやみんなすごいね、
三沢君もすごいけど田上君も小橋君もあそこまでやるとはすごいね、馬場さんは黙ってこう何も言わずに馬場さんはこう同じで、いたけれども、もうその時点で武道館のメンバー鶴田対もう三沢っちに決まってたわけよ、うん、もうこの試合がある意味勝負だったわけよ、うん、でその試合で三沢が、その復帰したような感じで鶴田さんそこで初めてこのエルボーっちを使って鶴田さんが下がるお前は肘だよっていうのが簡単なあれ でそれから三沢がねエルボーを使うような感じで鶴田さんを乗っかするか俺も乗っかするぐらいもうガンガンしてタイガーマスク時代の三沢から一皮も二皮も向けて新しいエースとしてね伸びていくんだからね、だから三沢に関してはもうそのことが一番印象に残ってるね、3人で飲んだ中であれがあってやっぱ良かったなと思う時があるよ、うん、やっぱ選手ってあの代表的な技を一つ持ってそこからドーンって伸びるっていうのも絶対ありますからね。そうだな、三沢さんにエルボー、俺に膝、膝のアイデアでねいろいろやってくれたっていうのも確かに、はい、あの小説とか好きだから多分頭の中でいろんなものがこうね物語として多分藤田の頭の中でいろんなものが出来上がってる。三沢さんのエルボー本当すごかったですからね、だんだんすごかったですね。いやすごかったです、もう僕本当になんか悪いことしたのかなと思うほどすごかったですね、うん、本人もこう思いっきりやりすぎてこう膝がこうちょっと膝じゃ肘がちょっと伸びなくて、はい、伸びなかったね、はい、まあそこまでやんないとジャンボ鶴田あたりには向かっていけなかったのかな、うん、うん、岡田声だけだけど、はい、ちょっと2人なんか質問あったらこの機会に、まあ、富士山のこのプロレス生活の中で一、うん、つのことずっと続けるって僕もそのもともとお前さんがやってたんですけど、うん、なかなか大変だと思うんですけど、うん、やっぱその中でプロレスってさらにもっと大変だと思うんですけど、なぜこうやってこれたかって、それはお前と一緒だよ、やっぱ好きだったから、一番単純なことはやっぱり子供時代から憧れていた仕事がプロレスだった、はい、だから本当幸せだと思う、はい、なかなかそうできないだろう、はい、やっぱりあの自分の好きな仕事がさもう諦めていってしまう人はあの多いと思うんだよね、はい、その中で我がヒーローだったで馬場さんの下で働けて飯も食わせてもらってお金も困らずに今でもお金で生活できてどんだけ幸せか、はい、特にね、高年だとそれを思うよな、うん、まああともう一つはね俺が幸せだと思うのはラストマッチにね俺結構多いのよ、ベストラで引退試合の時も俺相手したし、うん、で馬場さんの最後の相手も俺だし、鶴、うん、さんの最後の相手も結果的に俺がなったし、うん、スターハンセンの最後の試合も結果的に俺だったんで、アントニオ・ザ・ジャイアントの最後の試合も結果的に俺だったんで、ブッチャーの最後の相手も一応俺だし、あとあのファンクスドリー・テリーのファンクスの試合も最終的に俺が最後の相手だった、うん、だからそれ以来なんかみんな俺の試合相手する時はみんな注意するんだってなそういうような偉大なる選手をね最後の相手に、まあ、たまたまなったんだけど、多分最後の試合だからその人に誰がいいって聞いてるんでしょうね、まあ、みんなそうですけど、うん、こいつだったら俺のね技ちゃんとしっかり綺麗に雪見取ってくれるとか、やっぱりそれが最後まで絶対思ってると思うんで、引退するのとあとデビュー戦相手するのとはその2つってなんか俺すごいことだなと思う。デビュー戦に関してはもうすごい試合やってるな小橋と、いやもうでも9月17日だっけ、9月17日いやすごいですね、すごい、これ人のことまでしっかり言ってたの覚えてくるあの秋山に関してやっぱり一番印象に残ってるのはね、彼と組んでアジアタッグやった試合があるんで、それ馬場さんの故郷の三条で、ああはいはい、うん、あの試合も30分ぐらい行った、30分ありましたね、うん、完璧だったのよくやったよな、お次そうですね、元子さん試合見に来て、そうそうそう、で元子さんがね、なんかちょっと感激して、俺もね、あの試合はね、まあ結果的には負けちゃったんだよね、取れなかったけど、最近の話ですよ、うん、何年前ですかね、2014年か15年か、そのくらいの話、はい、だから60歳還暦を迎えたばかり でその時であの彼がね、あの俺あのジャケットをね、プレゼントアジアタグ用にね、今もちろん大事に取ってあるけど、俺がそれを着て、で彼とあの三条で馬場さんの地元でやって、東京とはと違うからさ、お客さんの反応ってやっぱ心配じゃない、いくらアジアタグ、すごい声援の感じなんだけど、声援を受けてやったしのね、あのなんか知らないけどあそこの会場でやったアジアタグっていうのはね、俺はまだまだできるんだと、いやできますね、うん、すごい自信持ったことがあるあの年で、うん、まあその前もさっき武道館であの4対4のサバイバルタグっていうのをやったことがあるんだけど、その時初めて馬場さんのネクビガドも食ったんじゃないな、そうですね、なあ、はい、よく覚えてるさ、すごいっすな本当に。協力大事だと。そうですよね。はっきり言って。そう思いますね。うん。
来年50周年を全日本プロレスだな、全日本プロレスね、うん、迎える。私も30周年です。まあちょうど、はい、そうなんだよ。だから、まあ、それいいとして、うん、まあ、全日本プロレスをね50周年迎えて、まあ富士山が48年、来年そうそうで、だから、2024年に富士山が50周年を多分迎えると思うんで、ぜひ50周年、まあ、もちろん全日本プロレスの50周年で、まあ、ご自分の50周年行くように頑張って。いやああ本当に体調には本当に気をつけて、いや、まあ、でもまあそこまでやんな、まあ、いや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 もう全然大丈夫ですよ。相手が大変だもん、相手するよ。いやもう富士山のあのもう頼みならもう相手もうそんな、もういい加減俺のドロップキックを受けてくれるとかもこの辺に当てる、うん、僕もまあそれまでにね、あのちゃんと、うん、まあそれこそ、ね、来年30周年の、はい、もう大変だろうな、頑張って、はい、うん、やりますんで、ファンの方はもっと聞きたいことたくさんあると思うんで、うん、またぜひ来てください。すみません、一人で喋っちゃって、申し訳ないです。もう、ということで、ありがとうございました。いやいや、じゃあこの辺で、はい、エクスプロイ、これやんなくちゃいけないんだね。